皆さんこんにちは。クリーンと申します。こんにちは。今日も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。今日の面白ゲームは、リスクオブレイン2です。前回と引き続きローグライクゲームになるのですが、今回はサードパーソンシューティングのローグライクゲームになります。前作では 2D 横スクシューティングでしたが、今作では 3D に変化。シングルでもマルチでもプレイできる、時間を忘れてやってしまうゲームです。ぼっちの私は、まだマルチでのプレイはしておりません。がシングルプレイでもかなり面白いゲームなのでおすすめですぞ。まだ、早期アクセスゲームでこれからまだまだ進化していくと思われます。価格は2376円になっております。日本語にも対応しておりますので安心してプレイできますよ。まあ対応してないゲームも、有志の方々が日本語モードを作成してくれています。いつもお世話になっております。感謝しております。ということで、どんなゲームか紹介していきます。グラフィックはファンシーな感じになってますので、高スペックなパソコンでなくてもプレイできます。スイッチやプレステ4でも販売されてます。キャラは現在9キャラいますが、初めは1キャラしか選択できません。アンロック作業が必要になりますね。私もまだ2キャラほどアンロックしておりませんが、基本的には攻略サイトなどは見ない主義でして、自分の力で何とかするタイプの人です。難易度は3段階選択できますね。言っておくと結構難易度は高めです。なので初めはイージープレイでもいいかもしれません。新しいキャラをとりあえずアンロックしたい時などはイージープレイでもいいと思います。さて、どのキャラを使うか悩んでいますが、このゲームそんなにエイム力は必要ありません。キャラの特徴が色々で、もちろんエイム力が必要なキャラもいますが近接が得意なキャラ、タレットを置いて戦うキャラなどアクションが苦手な方も対応できると思います。ということで、タレットを置いて戦うキャラを選択してプレイしていこうと思います。個人的な感想は、かなりこのキャラ強いと思います。ぜひ皆さんも使ってみてください。さて始まりました。ローグライクなのでランダムマップになっております。最初に UI の説明しておきますね。左下のゲージは体力と現在のレベル。左上の数字は現在のお金とルナコインの所持数。右上のは現在のステージ数、難易度、目的とプレイ時間になります。右下はこのキャラの能力です。ざっと簡単にどのように攻略していくというと、敵を倒したり、コインボックスを開けたりしてお金を稼ぎます。そのお金で道中落ちているアイテムボックスを開けて、アイテムを取得して強化していきます。右上の難易度をご覧ください。少しずつ右に移動しているのがわかるでしょうか。このゲーム時間経過で難易度が上がっていく仕組みになっています。なので、ゆっくり敵を倒してレベル上げたり、くまなくアイテムボックスなどを探しているとどんどん難易度が上がっていくので、迅速な行動が攻略の鍵になります。目的のテレポーターはマップのどこかにあり、それをまず探さないといけません。ただ、すぐにテレポーターは起動させない方が良いです。起動させるとボスが出現します。なので、テレポーターを発見できたら覚えておいて、アイテムボックスを探しに行きましょう。ある程度探索して、強化してからテレポーターを起動させるのが良いでしょう。この中央に取得したアイテムが並びます。アイテムの能力の確認はタブボタンを押すと確認できます。このゲームの面白い要素その1。アイテムの数が多く何度やっても面白いところですな。アイテムの取得運によって攻略難易度がガラッと変わります。そもそもアイテムボックスの数も少なかったり、ほとんどがランダムなので何回も挑戦して遊べますよ。今のところ1つしかアイテム持ってませんしね。大丈夫かしら。この祭壇はお金を差し出すと一定確率でアイテムをドロップします。はい、来ました。カナテコ、ヘルス多い敵により大きいダメージを与えるということで、結構重要なアイテムですな。2個目はレンズメーカーのメガネ。ちなみにさっきの祭壇は2個アイテムドロップするともう作動しません。ドロップしない場合はお金をまた差し出せば確率でドロップしますが、どんどん値段が高くなっていきます。確率でランダムなアイテムをもらえる祭壇ってことですね。敵を倒すとお金をもらえるのですが、敵は無限脇です。なので、お金に困ることはないですが、先ほど言った時間経過が気になるポイントですね。さて、探索終わりましてこれからテレポーターを起動していきます。ここからボス戦になります。最初のマップだからクリアできると思うでしょう。普通に死ねます。まあ頑張ります。
このキャラのタレットはかなり強く、現在取得しているアイテムの能力が乗ったタレットを2個召喚できます。さらにドーム型のシールドを置くことができ、敵の遠距離攻撃をブロックできます。タレットにも体力がありなくなると消えてしまいますが、再召喚できます。目的を見ると、テレポーターにチャージとボスを倒すと書いてあります。テレポーターの近くに居続けることでチャージが上がっていきます。このチャージを100にするのと、ボスを倒すことで次のマップに行けるようになります。さてボスを倒しました。あとはチャージだけです。お、対戦車ミサイル来ました。一定間隔でミサイルが発射され敵に自動追尾で攻撃してくれます。ちなみに同じアイテムを取ると、無駄にならずにスタックすることでさらに強化されます。例えば、また対戦車ミサイルのアイテムを取ると、同時に初発射できたりします。他のアイテムもスタックすることでさらに強化できるので、同じアイテムは無駄にならないのです。はい、テレポーターチャージ完了です。次のマップに行きましょう。次のマップに行く際、得たお金はすべて経験値に加算されます。お金を持ち越すことはできません。なので、まずは敵を倒しつつコインボックスを見つけてお金稼ぎから始まります。難易度がミディアムになりました。正確には覚えていませんが10段階ぐらいあった気がします。難易度が上がると、エリートモンスターが湧いたりモンスターの湧き数も多くなります。最高難易度になりますと、はっきり言ってカオスです。まだ早期アクセスだからなのか、クリアっていうものがないかもしれません。どういうことやねん。テレポーターを起動、ボスを倒す、次のマップを繰り返していくのですが、私は2時間ほどかけて30回ぐらい繰り返しました。が終わりがなかったのです。そのうち明確なクリアっていうのが実装されるとは思いますけどね。2020年春に正式リリースを予定してますので、あともう少しという感じでしょうか。ただ、延期などもあるかもしれませんので期待せず気長に待つ方がいいと思います。現在の仕様でも十分に面白いのでプレイする価値はありますぞ。さて、普通にプレイしている場面もいいですがカオス部分もお届けしたいと思います。と思ったのですが、編集中に気がつきました。カオスな部分録画できてませんでした。ってことで、ステージ2のボスをお届けします。まだ序盤にもかかわらず、いいカオスぶりだったので採用しました。まだ難易度はミディアムなので、この先もっと敵が強くなっていきます。その辺はぜひ自分でプレイしてみてください。いてていてて、一気に体力が減って焦ってます。念のために言っておきますが、死んだら終わりです。死ぬまでに実績のアンロックをどれだけできるか。実績をアンロックすると新しいキャラもそうですが新しいアイテムも追加されます。20ステージまで行くとか、何部以内にクリアとか色々あります。隠し要素もあって、条件が揃うと出てくるボスだったり、特殊なマップに行けるゲートが出てきたり、やり込み要素が結構ありますね。マルチプレイで4人まで一緒に遊べますので、フレンドと一緒にやるのも楽しそうですね。ということで、ボス撃破です。こんな感じで先へ進んでいきます。正式リリースが楽しみですね。自分に合ったキャラを見つけて、極めていくのも面白いですぞ。新しい要素やキャラも増えていくと思いますし、今後の展開に目が離せないゲームです。気になった方はぜひプレイしてみてくれ。絶対ハマること間違いなしですぞ。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。またのご視聴よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これからもどんどんおすすめのゲームを紹介していきますわよ。またこれが面白いとかおすすめなゲームがあったら教えてください。一ゲーマーとして遊んでみたいのです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。